さあ、授業を始めるぞ。前回は、人生はエステティブな感じで、そう。僕は暑がりだから、部屋の窓を開けたいくらいだよ。窓を開けてもいいか聞くときって、英語でどう言うの ?Would you mind my opening the window?Would you mind opening the window じゃダメなの ?Would you mind opening だと、オープニングの主語も文の主語の U になってまう。つまり、あなたが窓を開けてくれませんかって意味になるねん。言われてみれば、 Do you like singing っていう場合歌うのも言うだもんねそういうことやちなみに Mind は何かを嫌だと思うって意味だから窓を開けることを嫌だと思わないのならば No, not at all とか Of course not みたいに答えるよなんかややこしいな英語ムずそんなこと言わずに Let's enjoy studying English 何飲んでんのあ、これ いつも飲んでんだ。飲んでみるわお、体に悪そうね。You'd better give up drinking energy drinks. 飲むのやめるや。エネルギーの借金やで。ていうか、そもそも今、授業中やね。君は真面目だな。 先から何を必死にちょっと答え映してるやんけ You should avoid copying the answers 大丈夫ちょいちょいわざと間違えてるからバレないっていやそうやなくってよし終わった I've finished doing my homework finished copying やろそんなズるしたって意味ないでそうやさ僕最近やっと自転車に乗れるようになったんだけど 今朝学校に自転車で来るとき、ハンドルがふらついて、危うく車にひかれるところだったんだ。本当やばかった。く、really? よ車にひかれそうになっても避けられるように練習するわ。いや、それより先に安全に自転車を運転する練習せえや。a c t i c e riding a bike safely。 それにしても高校まで自転車に乗れへんかったってずいぶん遅かったんやねいやほら面倒だから先延ばしにしてきたんだよあ先延ばしにするとか延期するって英語で何て言うの put off 何々とか、何々とか使えるねちなみに何々するのを延期するっていう時には「put offV イング」とか「postpon V イング」みたいに目的語に同名詞 ちょ、ちょ、ちょっと待って。マイナーオープニング。エンジョイスターディング。キバブ、ドゥインキング。アボイドカーペン。で、これ、メガフェプスじゃないかい。不定詞を目的語に取れなくて、動名詞を目的語に取れる動詞群の。いわゆるメガフェプスじゃないかい。っていうか、メガフェプスってなんやねん。なんでメガフェプスやねん。そもそもそんな。数が文字集めても、それぞれがどの動詞を指して。あのさ。メガフェプスの。数は何のやつなの。 Stop talking! お後がよろしいようで。